おはようございます。ゆきちゃんでございます。皆さん、今日から葉月、8月ですよね。8月。8月はもう7日はもう立秋なんて言ってるけども、立秋なんかとんでもないなと。まだまだ暑い日が続きますし、熱中症にもう十分ご注意いただければなというふうに思っております。はい。今日はですね、ちょっとお知らせがございます。8月のですね、26、27、28と3日間限りですが、このメダカ荘でですね、いわゆるシューズの、ヴィンテージシューズのイベントをやらせていただきます。で、どうしても、オンラインでというわけにはいかないんで、やっぱりメダカ荘にちょっと、お出かけいただいて、サイズのフィッティングをきちっとこうチェックしていただきながら、現状はですね、約250足。ですからもうこの部屋がもう靴だらけになりますけど、エドワード・グリーンであるとか、ジョン・ロブであるとか、クロケット・アンド・ジョーンズであるとか、もしくはチャーチーであるとか、チーニーであるとか、オールデンであるとか、ジェーム・ウェストンであるとか、一部レディースも置きますんで、タリノ・クリスティだとか、ウェストンの靴だとか、グッチの、ビートローファーあたりもですね、ご用意しながら、皆さんをお待ちたいというふうに思っております。ちょうどお盆も明けてですね、月末でございますけど、これはアポイント制というよりは、ある種、ちょっと早くお越しいただいたもの方が、先にやっぱり優先度がある。で、あまりちょっと混み合う場合もあるんで、大体お二方かお三方が先に入っていただいて、お一人出られたらまたお一人入るというふうに、ちょっとコロナ対策もございますんで、そこら辺を気をつけながらですね、お時間は午前11時から、夕方の、17時、5時までを、営業の時間ということで、一応お店として開放させていただくような考え方でやっておりますんで、こぞってですね、お出かけいただければいいと思います。で、どうしてもやっぱり皆さん、やっぱり靴の悩みがあって、焦げ茶の靴と黒の靴は持ってるんだけど、これがこうかなと。例えばですね、今日私がしてるのは、グレーの、非常にベーシックなスーツですが、こちらのネクタイに、例えばですが、こちらの色と色合わせをするのか、もしくは、こちら辺の色と色合わせした方が相性がいいのか。ちょうど、これももう30年着てるスーツなので、ボタンが経年変化で、ちょうどこの辺の色と、色の調子は、ちょうどかぶってくる。で、こんなことに、あと、ホーズの色と合わせると、だいたいこれで出来上がりですよね。あとは、トランクも一部はですね、いわゆるドクターバッグのようなタイプのものをいくつかご用意しながら、皆さんをお待ちたいというふうに思っておりますので、ぜひぜひ、お出かけいただければなというふうに思っております。はい。それではまた水曜日お会いしましょう。チャオ。ボナジョルナタ、チャオ。